続いては皆さんお待ちかねのコーナーですよ。はい、これね選手名鑑って言うんですよ。はい、そういうことなんです、ね、これ ね、あの業界視聴率ナンバーワンですよ、あのだからかな、噂なんですけど、はいはい、このコーナーというかこの番組の内容ですね、はいはい、このコーナーをパクられたみたいな感じになってるみたいなんですよ。本当ですか？他局に、はいはいはい、まあ、いいんじゃない、わ上から上からいいんじゃないですか。そうなの、使えば。あ、そう、だって私がやってますからね持ち込みタイトルそのまま持ち込みみたいな。いやいや違いますよ、まあいろいろあってですね。いろいろあったんだ、うん、あんまりないでしょ。いろ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 あるんですよ、まあ、世の中にはですね。いろいろありますよ、で、パクったんですか。いや、パクってないです。パクってはない、うんうん、パクらせた。うわ言うね私たちから始まり、はい、そうです、素晴らしいですよ、一緒にやっていこうじゃないかみたいな、うん、はい、だからね、僕思うんですけど、やっぱねこの番組は岩清水さんが必要です。何ですか急に。そう、岩清水さんがいないとやっぱダメです。あれどうしたんですか、いきなり。何ですか。でそう思いましたよ、私。褒め褒め大作戦ですね、今日は、2周年だからか。そうです、そうだね、頑張っていこう。3年目ですからね。そうですね、だから3年目のね、浮気ぐらい多めに見てよみたいな、そんな感じでですねどんな感じかい、本当にね。ではそんな感じで行ってみよう、はい、人気ナンバーワンコーナーです。それでは VTR を振ってちょ、はざ、い、皆さんこんにちは、今月の月間のラストは僕と同い年ですね、この選手です、どうぞ。こんにちは、23番ディフェンスの倉川です。地域リーグから J1 まで国内5つのリーグ全てを経験してきた、まさに叩き上げの倉川選手。チーム最年長ながらそのエネルギッシュなプレーは衰えを知らない。己の力だけで道を切り開いてきたこの男の不屈の精神力、決して諦めない気持ちこそ今のロアッソに必要だ。サッカーをやり始めたきっかけっていうか、何歳の時ぐらいから。姉ちゃんがいて。お姉ちゃん、姉ちゃん何2つ上だから。2つ上、うん、いいね。結婚してるお姉ちゃん、甥っ子がいるんだけど。あ、甥っ子いるんだ。高校はどこでしょう。高校も山口県。山口県でたたら学園ってことで。たたらですね。からどこに。愛知学院大学っていう。大学行ったの。俺大学生、俺法学部ですからね。俺法学部。マジ法学部すげえ。これちょっと法律学科です。六法とか思ってたよ。これ弁護士になれる資格あるってことでしょ。受けなきゃいけないでしょ、国家試験を。それを受けて受かったら弁護士になれるんじゃない、多分。じゃあ受けた方がいいと思う。受けてみる一回受けてみようか毎年受けてみようか毎年あんのかな大学の時ね、俺東海リーグ得点王だからね。フォワードで。いやフォワードじゃなかったんだけど、得点王ですよ、得点王今日いろんな発見がありますね熊本の夜はどうですか。熊本の夜はね、これ何、これ言っていいのこれ言っていいですよ。まあいいでしょう、うん、熊本より楽しいですよ。楽しいですよね、うん、米焼酎がね、やっぱ昔こっち来るまで飲まなかったんだけど、うん、飲むとやっぱりね結構ね飲みやすいからね、飲んじゃうんだよね。行っちゃうでしょ、うん、合コンバーとかどうですか。合コンバー、合コンバーってあるよね。男ね4人ぐらいで行って、うん、5人かな、5人で行って、これなんか行ったことになってるな、これ行ったっていう話を聞いて、うん、聞いてね。店のカウンターとかに座ってた女の子が2人かな、3人かな、来たらしい。らしいね。らしい。なんかキティちゃんの、あのスリッパみたいなやつ履いてたからさ。ホームグラウンドで。そうだから、そりゃねえだろうなお前らみたいな。っていう話を聞いた。話を聞いたんですね。はい、ずっとサッカーやってて、うん、憧れの選手とかいました。俺あんまサッカー見ないからね、はいはいはい、分かんないんだよね、はいはい、サッカー選手の名前が。もう俺も全然分かんないのよ。クレちゃんのプレー見てるとね、ものすごく考えて動いてるっていうのすげえ分かって。前に考えないやつがいるからね誰でしたっけ、中間くん、中村くんでした。中村くん普段はすごいなんかエネルギー蓄えてるような感じがする。でもね、一瞬のスピード超速いですよ、この皆さん見てください。しかもね、走り方が結構小股だよね。そう、だから速く見えるんだよ。すごいね、だからね、速い。じゃあ小股っていうか、あれ精一杯で、あれ足短いからそうこだわりとかあります？なんかこれ、なんかサイドの選手用って最初言われてて、うん、ここの部分見てください、ここがなんかね、
ちょっといいみたいな。なんかザラザラでこうボール引っかかるんだろうね。これがなんか良くてね。あとは柔らかすぎないっていう。はいはいはい。色とかはこだわりある？ちょうどこっちに来るときにカラーが赤に変わって、はい、それもずっと赤入ってる。あ、ちょうどいいなっていう。ちょうどロアッソカラーじゃんずっと。オフの日だってどういう？大体こう前の日にやっぱね飲みに出るから、はいはいはい、まあ、みんなで飲み行って、まあもうゆっくり過ごす、ゆっくりもうリラックスして過ごすっていう。どっか行きました？熊本来て一回、うん、西森と和人と阿蘇のね温泉行って、なんか俺それ見たかもしれない選手の仲いい人とか誰ですか今？和人かな。野球好きでしょ。あいつ野球、この前2人で一緒にキャンプ見に行ってそれを聞いた宮崎まで行ってきた。どうせ暇でしょって言われてジャイアンツのキャンプ、だから練習見て何が楽しいんだろうなって思いながらねそうすごい子供みたいな目して練習見てたからね。ネットにこうやってしがみててます。趣味って何かあります？趣味それあの表向きのやついいんでしょ。表向きのやつ、まあ、ある。一応ゴルフかな。ゴルフする？ゴルフするよ。本当下手だけど、あと飲むぐらいかね。飲みながらダーツをすること。ああダーツ好き。ダーツ好きで超盛り上がるんだよ。俺ね昔ねちょっとダーツハマってね、マイダーツとか集めたことあるのに、なんかいろいろこうダーツ部作るか。もう今できてるよもうダーツ部。俺でしょ、タクでしょ、うん、で大輔、カズと、純喜、はいはい、やっぱついくんはやっぱ入ってるんですね。でもちろんてかその、まあ、大体その5人が飲みに行くメンバーだっていう、ね、ただほぼ寂しい、まあ、独身、寂しいやつらばっかり。多分ねこれね見てる方はすごい綺麗な人ばっかりなんですよ。本当？ここに募集しますよ。ここに募集し、ここにっつって好きなタイプの女性どんなんですか？好きなタイプ、これちょっと本当になんかリアルになっちゃうからね肌と髪の毛が綺麗な人。わかるわかる、すげえわかるわかる、わかる。あのなんかねおっとりした天然系がいいね。できれば何言ってんだこいつの野郎みたいなね。かいいなかいいなみたいな。最近どうですか婚活？婚活はねまだまだだねまだまだですか先が見えないてかもうみんながどんどん先をね越していくからね、俺も焦ってるんだけど、やっぱりでも幸せな家庭には憧れるな、ね、やっぱ子供が可愛い。子供好きかもね。子供好きそう。お教えします。座右の銘ってあるじゃないですか。なんだろうね、ないんじゃない。でも初心忘るべからずみたいなやつあるでしょ、はいはい、それでいきましょう。じゃあ初心、なんとかなるでしょ。まあ、なんとかなるでしょうね。ケセラセラみたいなやつね。それでいきましょう、だいたい適当なんだよね。いやもう適当でいいと思いますよ僕は。真面目に生きてると疲れちゃうなるべく辛抱強く、応援してください。まあ、僕たちも、結果をね残せるように、そして J1 に行けるように、日々頑張っていくので、これからも一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。裏の趣味は、裏の趣味はねありますよ。ゴッゴッ熊本で全然やったよね。ゴッゴッ、あの倉川選手をやってほしいというご意見はいただいてるんですよね、はい、ちょうどだからタイミング良かったですよ。もう本当ですね、倉川さんも本当に、あの好青年ですよ。好青年に見えていたけれども、はい、この選手名鑑を見て、そうではないんだなっていうのが分かりました。え、なんでですか？なんかピーって入ってください。あれ全部聞いた話ですよ倉川さんが。聞いた話を言っただけなの。そうらしいらしいっていう。そうそうらしい。でも明らかに自分が見たかのような喋り口調だったよね。いや、うまいんでしょうね。うまいんでしょう。人から聞いたのを自分のことのようにのが伝えるって、だって絵にするのも上手だもんね倉川さん。これね、ちょうど誰か、あえて倉川さんが書いたやつですよ。どうですか僕そのたまたま良かったみたいな計算じゃなくてすごいミラクルだねそれ。すごい言わなきゃよかったのに、綺麗に進んだのに。まあ素直なんですね私だからコバさんすごいと思ったのに、そうじゃないんだね。いや本当、まあ、全て計算ですから私。今更もう無理だよって思わせときながらの計算ですから。言うとけ、はい、これで倉川選手に、ね、サインもらってきました。そうです、はい、倉川さんのサインですね。なんか知らないですけど切り取る方にも書いてある、はい、
でこれ切り取った方はもうあの皆さんのそうだそうだ残りませんので。でもあれだよね、あの切り取った側に分かるから、はい、側の方に分かる。あのチケットで来た人が入ったんだなっていうのは、ね、スタッフ側には伝わるよね、はい、そういう意味で書いたんじゃないですか。多分全部計算ですよね。でも全部にそれ書いてあるの？1枚だけ1枚だけですだからこれはもう1枚だけですからね。超レア、レアです。本当それだから自分で持っときたいね。世界で1枚ですよ。素晴らしい。たった世界で1枚のプレミアムなチケットが結果スタッフの方に行くっていうのがね、はい、うん、だからこれは使わずに自分で持ってるやつになってるんですよ。まあそっちがいいでしょうね、これね。そうか、保存版だ。何て言ったらいいの？保存版。そうそうしかもなぜかひらがなで書いてあるっていうのがね保存版ってちゃんと言ったもんね。うん、大丈夫。え、なんて保存版？保存版です。完全保存版ですね。そうですよそうです、そうです。ですので、皆さんね、今回から今年からですね、こうやってチケットには選手名鑑に出た選手のサインがついてきますので、次回からもどうぞお楽しみに、はい、多分ね、これ見ていただいてる方たちは、うんうんうん、多分もうチケット持ってるんですよ、自分の。そうなんだよね、はい、シーズンチケットとかを買ってらっしゃる方も結構多いらしいですね。持っていただいてますので、うんうんうん、いらないんでしょうね。もしくはですよ、あの自分はもう行くって分かってるから、はい、これからウワースのファンになりそうな人たちに、うん、お友達にそう配って一緒に行こうぜっていう誘えますよね、はいはいはい、いやそうですね、うん、そういう手で使っていただきたいなと思いますけど、はい、いかがでしょうか。そうと思います。でもスタジアムって本当違うもんね。違います、やっぱり、ね、違います、全然違います。やっぱり、ね、あの行ってね、うん、臨場感の感覚がやっぱ伝わってくる。そう、やっぱ ね、違いますよ、臨場感とか記憶が、うんうん、言った言ったすぐとラミちゃん言った言ったしっかり言った今しっかり言った、ね、チョクで来てください、ね、チョクでチョクでね。あとあの小賀さんのあれも来てますよね、選手紹介。はい、そうですね、私あの叫んでおりますので。すごい、ね、そう、それも迫力満点ですね。満点ですよ。あれ録音してんじゃないんだね。生ですよ。あれだってね、もう本当にね、すごいよね。すごい、本当に。あれなんか、かなりとか生徒選手紹介の時名前だけは絶対構えないようにします。あ、そうよね、はい、だから毎日僕、まあ、野球で言うと素振りですか、はい、毎日やってますね。どんなことを、はい、あまり聞かない方がよかったかな。名前をね、あの間違えないように。名前をね、間違えないようにね、うん、もう大体、まあ、もう野球で素振りですか、毎日全部やるでしょ、野球、はいはいはい、まあ、そんな感じで。まあ、それさっき言ったよね、うんうん、まあ、もう言うことがなくなったところかなじゃあ次に行ってみようか。次行きましょう。